シャドウオブザトゥームレイダー、また続きをやっていきたいと思います。ですね、多分右が、多分あれファストトラベルだと思うんだよね、あのマークからしてね。でまだできないので、なんかね裏でね、いろいろ今まで行ったとこ取りこぼしたとこやろうと思ったんですけど、なんかファストトラベルなかなか使えないのね。なので、もうちょっと、ストーリー進めなきゃダメなのかなっていう感じですね。それからね、裏でねいつアンロックしたのかよく覚えてないんだけど、武器のアップグレードとかこういう画面ね、あ見たっけ、見たか、これは見てなかったかな。でなんか適当にちょっとやってみました。今はねローンフォックスの弓っていうのと、本当はねこれでもいいかなと思うんだけど、これでもどうなのかな、重装備の敵であれば本当なのこれ、こういう言葉だけなんじゃないの。ちょっと気にはなるんだよな。これをねアップグレードしてたんだけど、動物へのダメージが大きいって書いてあるから、でもメインストーリーでしょ、もうそろそろ敵出てくるかな。重装備の敵がいればわかるだろうけどね。まあちょっとやってみようかこっちに。まあ結局これも全然倒せずにいるんだけどさ、この場から動けないから、あとなんかいつまでかこうなってたんだね。だ恐怖のグリップっていうのにしてみました。あとこれはね、これさ本当なんか分かりづらいね。これ何の意味があんのっていう感じなんだけど、これは全身で、これは個別でなんかやるみたいなんだよね。だからこれがいっぱい増えてくればいいんだろうけど、なんとなく今は必要性を感じないんだよね今はね。要するにこの効果の部分っていうのはここで同じようなものがあるので、でね今あれもいるかなと思ってメインストーリー進めるならね、普通の敵が、なので動物とかなんじゃなくてちょっとこれにしてみました。ブロッケンとかいうの。というわけで、前回はね、ララのね、幼い頃のね、物語でしたね。でね、私ねちょっと終わり際になってくるともう時間が気になっちゃってよく分かんなかったんですけど、多分ね前回のサムネわざわざそれにしたんだけど、ちょっといろいろ勘違いしてましてね、まあ勘違いよくあることなんですが、つまりなんか時系列のこと私ごちゃごちゃ言ってたと思うんですけど、ネックレス見て思い出してなんだね。だからおかしくないね。だから前回のその白の女王だっけ、なんとかっていうそのあのフェーズはね、要するにもうお母さんいないのよ。そうだよね、そういえばね。それでネックレスを見た時に思い出したってことなんだね。そこでいろいろカットインっていうか入ったから、なんか時が飛んだのかとかいろいろ言ってたけど戻ったんだよね飛んだっていうよりもね。それからねサムネにしたあの理由は、前回ねお母さんちょっと寂しそうでしたね、絵を教えた後ね。もしかしたらもう私はねここから出ていく決意をしたっていう感じ。っていう感じね。娘には言えなかったのかな。もうちょっとよく見返してみますけど、そんなようなのがちょっと見て取れたりしてね、なんだか感慨深いものがありますね。ではこの黄色のとこ行こうか。そっちだっけ、こっち。本当だ。ちょっとこれやってる時に鳥とか倒してたんだけど、経験値20だったでしょ、今25もらえてたね。なんかそういう服着てたんだよ。もうさすがにジャガーとかやんないだろう。じゃあ進めようか。もうそろそろファストトラベル使えると思うんだけどな。
いいね。ただね、なんていうの、まあ前作前々作事細かく覚えてないけど、なんていうのかな、結局さ、いろんな何あの有用なさ、スキルあるじゃん。スキルにしてもなんていうの、例えばロープなんとかとかさ、まあ、今回はなんか最初から初期設定で結構使えるけど、結局さ、ストーリー進めないとそういうものも使えないから。だからいろいろ回るって言ってもさ、あっちはいけない、あっちに行けない、こっちに行けないとかさ、あの道具がなきゃいけないとか、そんなのも結構あるじゃない。だからストーリー進めるないと結局はっていうことも言えなくもないけどね。例えばさ、こういうのもそうだよ。前に何回か前の動画で言ったと思うんですけど、もうどこなんだろう。あ、これ初めて 見た。あ、こんなになってんの。あ、ここだよ。このこれこれこれ。これ要するに開けれなかったわけなんでね。道具がないと。こっちでいいの？これ以上は持てないわ。あ、そっか。どっち行くんだっけ？よし、こっちは何なの？あ、おう。ビデオカメラ？ X700 ラインのカメラね。サムもこれを持っていてとても羨ましかった。まさしく失われた遺跡や文明を求める探検にはうってつけね。これがあるということは1980年代にも誰かがここに来ていたということか。たとえ近代の価値観で蔑まれても、伝説は人々を引きつけてやまないわ。レンズがひび割れている。まるで何かに撃たれたかのような跡ね。なるほどね。サムか。懐かしいな。確かになんか古い感じ。撃たれてる？メーカー名こそ書いてないか。さすがに。ビデオカメラね。なんか見れ、ん？カット動物の皮を剥ぐと。ああ、今更入ったの？あ、これ戻ってきたんだ。あ、戻ってきたの？へえ。あ、いやね、さっきいたところから出れなかったの。出れなかったし、ファストトラベルは使えないしで、結局進むしかなかったの。まあちょっとじゃあいいか。あ、戻ってくるんだ。ぐるってなるんだ。へえ。なるほど。まあいろいろ行ってみたいですね。おっと。ああ、そっか。これなんとかなんないかな。何回も押すやつ。1回か2回ぐらい押すけど。そっか。別に初めてじゃなくてもいちいち説明が入るのか。お？お、ジャック・フォーセットだ。7月18日、今朝目を覚ますと、父が両手でハンカチをきつく握りしめている姿が見えた。両目を見開き、瞬きもせず、父はローリーを見つめていた。ローリーは死んでいた。数日前、足の傷が感染症を起こし、その直後に発熱が彼を襲った。冷や汗の発作、苦しげなうめき声と意味をなさない上言の合間で、驚いたことにローリーはそれでも旅を続けると言い張った。父は彼の説得を試み、この先は自分たちだけで行くから彼は戻るようにと言い聞かせようとした。しかしローリーは僕らにはっきりと分からせた。ここで彼に背を向けるのは彼を見殺しにするのと同じことなのだと。そして僕らは進み続けた。これまでにないほど文明から遠ざかっているというのに、愚かにも前進し続けたのだ。さようなら、古き友よ。これもまあだんだん散らばってて、
拾ってるわけなんですけど、みんなこの、ジャックとか親父さん、ご一行様は全滅しちゃったのかね。まあ大体さ、普通に考えてさ、いかに大変か、こんなジャングルの中でさ っていう感じ。まあそのことに関しては言いたいこともありますけど、今はいいでしょう。ジャングルがいかに大変かね。道なき道というところがどれだけの意味をなすのか、とてつもなく過酷ですよ。これ以上は持てないわ。さて、あ、まだか。これはどこら辺のこと言ってんの？ああ、こっちら辺に最初ね、来たけど、こうやって行って、ああ、またなんか霧が晴れたのね。へえ。とりあえず、ここら辺をずっと行ってるんだな。ここなんていうとこなの？ペルーのジャングルっていうやつなんだ。ああ。なるほどね。さて、降りてきちゃった。もうこう登れないだろう。あ、登れんの？へえ。ごめんなさい。なんか鳴ったな、今。失礼。お。これは開けられないのかな？開けられんの？あ、これは地図じゃないか。地図だな。あれ、なんか点滅しないの、今回。どうだろう。こういうところも。こういうとこはダメか。こういうとこっていうか、今回どういう管轄で分かれてんのかな。できれば1個見つけたら全部ペルーのジャングル表示してほしいけどな。点滅がなかったな。最初から見つけてたわけじゃないだろう。今の地図だろう。なんかちょっとよく見てなかったけど、右下とか。違うのか。これもジャックご意向様はここに立ち寄ったのか。道があるわ。調べてみよう。あ、これ戻れないな、この道からは。あ、本当に？あ、本当だ、あのマーク。なんか声小さいな。どうするんだ。下がって隠れて。平坦の担当はお前だろ。俺はこんなボロい橋にトラックで渡らない。おい、動くな。やつらだ。待て、味方だ。だが油断するな。あ、今どこにいんの？そこに置け。何も通れないようにして、エリア全体を封鎖するんだ。わかりました。何も見逃しはしない。あ、やってくれんの？やってくれんのか。あ、これは規定の？あ、いや、規定じゃないみたいだ。全部ステルスでやれって。俺が見てくる。そこに何も通れないようにしろ。エリア全体を封鎖するんだ。なんで見つかるんだ、今の。こっから弓でやれって？あれ、なんで構えらんない？ああ、ダメなんだ。ちょっと待って、意味がわかんない。
エリア全体を封鎖するんだ。わかりました。何も見逃しはしない。こうやってずっと行けって。最後に使われたのはいつだろうな。ちょっと物資欲しいけど。なんで弓が構えられないんだ。ちょっとそっちには行けなそうだな。仕方ない、こうやって行け。あっと、あー、なんとかアサシンできるんだ。もう忘れちゃったけど、この技前もできたか。あ、来い来いって言ってる。あ、カサカサ落としないのかね。あ、自分で行くの。下手に動かせないな。足の補強が必要そうだ。言っただろ、なんで強度を確かめなかった。最初に確かめたはずだけどな。結構いるね。黙ってやらないから引っ張り出せるんじゃないか。考えさせてね。倒せそうね。倒せそうね。見つかっちゃない？ガチャガチャになっちゃない？あ、二人同時にか。左をお願い。左をお願い。あ、でも赤だからバレちゃうな。あ、弓とか使えないんだ。黄色だから OK。 左ってそういうこと。やってくれる？サム。サムじゃないよあの誰だっけ、ジョナー。そうか、こいつら金持ってんのか、生意気にも。でもう、いいの？あっち行けって。もう戻れないのね。戻れるんかい。ジョナが倒したやつもらいたいもらえたんだ。あ、行けないの。へえ、ジョナが倒してくれてるかな。ああ、ダメ。ダメ。なんだって、こっからかい。あ、もう倒してくれたんだ。よく見てなかったから。でももう一人行ったよね。うん、もう一人行ったよね。大丈夫ジョナ。しまった、この分取れてるのかな。セーブ入ったのかな。あ、こっちから行くのか。わからなくない、初見だと。よくさ、あ、こっち。え、ちょっと待て、どうやって行くんだ。あ、そこか。あっと、え、ボムバレだぞ。あ、お、ライフル手に入ったんじゃないか。あ、いたの。あ、おっと、いいね。あ、まずいまずい、大丈夫。ハンドガンも手に入ったぞ。あとショットガンだけだな。今ので最後か。お、新しい装備を獲得。なんとかなんとか、ビガー。あの手の文明には出会いたくなかったな。
手がすごく痒い。治ってきた証拠よ。治る前の方がマシだったかもな。わかるわ。私も背中を気にしないようにしてる。俺のばあちゃんは60年代に津波にあったんだ。どうなったの？友達を亡くして家族の商売もダメになった。それ以来何かが来るのがわかるようになったんだ。火山の噴火や嵐、そういうのがね。お母さんはどんな人だった？あまり聞いたことがない。独創的で冒険心のある人だった、うん、母が家族を一つにしてくれてたんだと思うわ。亡くなった後家は寂しかった、うん、ニュージーランドに戻ろうと思うことはある？あ、ニュージーランドなんだ。ハワイほどじゃないが考えるよ。どちらの故郷もとても遠いわね。偏僻なところだろだから俺は旅に出るのかもな。へえ、そっち出身だったんだ。へえ。じゃあやっぱりパート1の時に、あのなんか祭りだかわかんないけど、あのね、出店みたいな人と仲良さそうだったけど、あれはこっちに来てからああいう風になったんだね。仲良くなったんだね。へえ。うん、さてめっちゃ暗いんだけど、めっちゃ暗いですね。ここでいいのかな。なんか、いろいろあるような なさそうな、あるような。障壁を燃やせ。可燃性の障壁、ファイアーロー。それは、ま、いつアンロックしたかわかんないけど持ってますね。うん、こういうの持ってない人のために一応これだけ置いてあるんだ。油みたいのね。あ、これね。さすが。うん。おう、さあ行きましょう。可能性はいくらでもある。対になった象や山、川かもしれない、うん、見たらきっとわかるさ。そうね。まあね、クヤクワク役を。ああ、今もうこっちの新しいところなんだね。この白い枠は飛び越えたんだね。へえ、なんか見てるけど、あ、クワク役だ、ここらしいね。いっぱいね、これ以上持てないわ。いろんな表示がさ、違う違う、違うのよ。どうやってやるんだっけ。どうせならやっとく。まあ、あんま意味ないだろうけど。人がいるわ。いい人だ。話をするのは任せる。一般の人？トリニティがいたりしない？あ、女の人？どうも。ここはどういうコミュニティなんだ？この辺に泊まれるところはないかな？どうしてこんなジャングルの奥に？ツアー旅行からはぐれた？いや。言えないね。少し前にも遺跡を探してるっていう連中が来た。ああ。トリニティ。俺たちは違う。ちょうど休憩しようと思ってたんだ。ついてきな。ちょっと警戒してないか？質問ばっかりして悪いけど、町で唯一の民宿ってのはうちのことなんだ。用心するのはいいことさ。俺はジョナだ。アビ、ララよ。さあ座って。カルロス、3人ね。で、ここに来た本当の理由は？あるものを追ってたんだが、飛行機が落ちて。墜落？ああ。墜落して平気だったわけ？うん。いや、まあ、
低空で飛んでいたからな。私たちマヤの遺跡を探してるの。マヤ？ここはペルーなんだけど。そうね。ああ、話すと長い。ああ、よし、ちょっと小さいかな、申し訳ないんだけど、これをこうしとこうかな。ごめんなさい。ねえ、あんまり考古学者っぽく見えないんだけど。ああ、考古学者はララ、俺は料理人。本当に？ああ。魚介のマリネ、もう食べた？セビーチェっていう。ジャングルに生えていたかな。それそれ、魚のなる木が生えてたでしょ。どこで撮ったの？ああ、メキシコだ。なぜ？これに見覚えがあるんだ。どこで？近くの遺跡の小さな岩にこれと似たようなのが掘られてたはず。見に行けないかしら。うん、ご自由に。でもそれ絶対マヤじゃないよ。私たちは誇り高きインカなんだ。あ、ちょっと休んだらどう？どうした？約束したでしょ。それじゃあ断れない。それじゃあ。お、うん、いいね、いいね、こういうのね、よくあるよな。聡明な女性だよ。じゃあ別に。え、いや、そんなんじゃ俺は。声が小さくないか。うん、ちっちゃいな声が。ハワイとニュージーランド。ちっちゃいな。なんか印象的なタトゥーね。うん、この女の人もね。まあ、いつかわかるかもね。ニュージーランドだからか、ラグビー。もう人通り終わったのか。それに。よそから来たんだろ。退屈をやり過ごすには働くか飲むかに限ると思うね。ここの人じゃないの？ああ、船が町を出てすぐ岩に突っ込んでな。いきなりの嵐で船がやられたよ。へえ、また嵐か。うん、ジャンプとかできないわけね。うん、お取引はいかが？うん。あら、こんにちは。あなたは発掘隊の人？いえ、通りかかっただけ。そうなのね。町の真ん中に市場があるから、支度をしてから進むといいわ。ありがとう。市場。へえ。あ、そういうことで強制的に今話を。結構大きな町なのかな？へえ、おお、あ、そっか。まあちょっと話しかけてみ。へえ、
まあいろいろあるみたいですな。まあトリニティもとっくに来てるようだけどね。2年間彼女をデートに誘おうとしてできなかった。今やっとその決心がついたのに横にいるあの男は誰だ。ああ、この女の人、こいつなんか働かないとか言ってるやつかな。まあアドバイスもないけどさ。お、なんだって、ベースキャンプどこ。ベースキャンプでやっぱこれ、これここ違うよな。一本道。あ、これこれか。資格が押せない、なぜ。あ、アビーは面白いわ。ジョナは確実にそう思ってる。話からするとこの町を隅々まで知ってそう。口だけじゃないといいけど。なんかアビーっていうのはいろいろ関わってくるのかな。あの前々作はいろんな仲間といろいろね行ったり来たり、こう会いたい来たりっていうか交流があったけど、前作はね、まあジョナがちょっとあったけど、まああんまほとんどないじゃないですか。一人旅みたいなもんじゃないですか。今回はね、まあジョナとところどころこうやって関わるし、ジョナとの時間も長いし、ねえ、アビーっていうのはどういうか、あ、使えんの？やっと使えるんだ。へえ。え、7つの新たな、なんだって？今、7つの新たな目的地？ああ、それ今までのか。7つ？ 1、2、3、4、5 だよ。6、7か。はあ、ははあ、なるほど。へえ。もうちょっと進める？じゃあちょっと。よう、クワク役を案内してほしけりゃ、俺に言ってくれ。あなたはツアーガイド？ここの見どころとか、避けるべき人間とかね。なるほどね。港に行けばうまい魚が食える。タコスならエルリコードセルド。ぬるいビールがたまに傷だがね。気をつけるわ。それとオマールには近づくな。面倒ごとには巻き込まれたくないだろう。フラッとやってきて好き勝手に振る舞いやがる。ありがとう。トラブルには気をつけるわ。ちゃんと気をつけるんだぞ。なんで？なんで急にこれが開いた？あ、ミッション？へえ。サブクエ？オマールね。へえ。そういうやつがちょっと牛耳ってんの？わからないけど。へえ。ジョナもいい仲になるのか、アビーと。さて、この間みたいな嵐。ちょっと遠いか。おっと、いろいろと調べてみたのだが、自家製の製油所で自活することはおそらく可能だと思う。しかしそのためにはやることが山のようにあり、私一人では到底不可能だ。オイルタンクを作る必要がある。1000リットル容量。川の沈没船の船体をタンクに利用することはできるだろう。引き上げ作業のボランティアはいるか。原油を回収するシステムを構築する必要がある。バケツリレーの担当者になってくれる者はいるか。これらの準備が整いさえすれば、ディーゼル、灯油、ガソリンを作れるはずだ。飛行機を飛ばすには十分だし、将来的には利益を上げられるかもしれない。これはアービーなのかな。未来の燃料、石油なんとか。その、だから
それで金もらってるんだろ。うるせな。もう、やだ。こっちは試合が見たいんだ。とっとと。ちょっと何よ。なんか、いつもとちょっと喋り方が。ああ、緑ね。泥棒、なんだって？お前か？今、ケバク。ああ、これ？どうだ、これで見えないだろう。泥棒。ああ、かわいそうに。顔。さて、初砂漠へ。ちょっと、大丈夫？いや、いつも通りひどいありさまさ。略奪者たちが俺たちを雇い、異物を掘り起こさせて、最低限の賃金すら払わねえ。持ち逃げして儲けるのね。ここじゃみんなが絶望してる。ポルベニールが撤退して以来、仕事がない。そして嵐が状況を悪くしたのね。みんな流されて水の下さ。お手上げだよ。こういう人たちを知ってるわ。力になれるかもしれない。何の役に立つのかわからない。お前さん、名前は？ララよ。ビクトルだ。窃盗略奪担当の筆頭拷問官のオマールに話したいなら、その中にいるぜ。どうも。気をつけろ、奴を怒らせるなよ。拷問官？略奪者たちへの対応、なんだって？あ、喋れんの？泥棒たちを追っ払ってやりたいさ。ちょっといろいろさ。オマールと話せ。ちょっとやってみようか。あ、こっち？何？あ、これ？できないのか。あ、こいつ？仕事の邪魔だ。オマール？誰だ？仕事探しか？ええ。あいにくだが人手は足りてる。他を当たってくれ。ああ、ええ、ありがとう。彼は今どこ？バーに決まってる。あ、オマールじゃないの？オマール？答えは変わらん。これはサッカーなの？サッカーっぽいね。ここか。なんで見てる？ああ。これは何？普通の一般の家？家系図。アビーの家系図のようだ。アビー。彼女の家族は何百年もの間この村に住んでいる。そしてほとんどの村人と何らかの関わりを持っているように見える。へえ、あの美人さんね。なんか前の谷の人たちみたいだな。ずっとね、誇り高きインカだとか言ってたね。会ったことはある？ごめんなさい、人のお家だと気づかなくて。確かにたくさんのものを失ったけど、でもそこまでとは思わなかったわ。そんなつもりじゃ。分かってるわ。でもやるべきことが山ほどあるの。失礼するわね。一回しか聞けないのいいね。何回も何回もさ。なんで今私有地何度か悪かった。いっぱいね、これ以上持てないわ。おお。うちの夫か娘を見なかったかい？見てないと思うわ。最後に見たのはどこで？二人は輝く星を眺めながら夜を過ごすの。私にも手を振ってくれる。それで朝になると二人で川の方に行くの。まあ、いつもはそこで水浴びをするんだけど、でも嵐で増水しただろうから、きっとあそこにいるに違いないわ。あ、なんかサブ系なの？へえ。っていうか声が若すぎる。まあこういうのよくあるよな。
欲っていうかあるよね。あ、そこにあるんだ。あれ？ティディなら、笑えるな。まあしょうがないけどさ。なんだか、あ、不幸の、あこれなんかあれなんだ。ちょっと息持つかな。あ、こ、ちょっともう無理じゃない。ちょっともう無理かも。あっと、なんだって、できない今。ちょっともう無理じゃないか。すげえなこの初期設定。ずいぶん長く泳げるんだな。よし、うん、よし。何か他になかったっけ、これかな。あ、あれかな。あ、今のもか。この中に全部存在するのか。おう、ちょっと無理しすぎたかな。あ、ちょっと待って、ボタン間違えた、へえ、チャレンジとはな。え、まだあんの？まだあったの？え、おかしい。え？ちょっと待って、どこだよ。ん？ん？え？バグってんの？ちょっと待って。一回、あ、ちょっと待って、動かない、体が。ちょっと待って。なんか難しいね。あ、終わった。間違えて、ボタン。よし。ちょっとこれがよく取れなかったな。ちょっとよく分かんなかった。なんかさ、見づらくてさ。あ、ちょっと待って。どうなってんだ。なんかおかしくないか。あ、撮ってるよね。うん、なんか間違ってないか。あ、これね、前のストロングボックスみたいなもんだな。あ、モノリスじゃない？近くのものの説明ね。深く息を吸い込んで、その鼻の先に私はいる。その鼻の先に、あ、これまたあれか。あ、これね。ちょっと重なっちゃってるから。あ、この白い枠、前に何のことか全然わかんなくて、なんか謎解くんだね。ちょっと今いいか。うん、ちょっと、あのね、おまだなんかいろいろあるじゃないか。なんか突然村の外からやってきてさ、あいつは何をやってんだっていうね思われてないだろうか。あ、いくつもあったの？へえ。お、なんか。純鉄製で円錐形をしたこの池は、主に60年から70年代にかけて、小さな金塊を成形するのに使用した。鋳型の独特の形状は、金をそこに沈殿させ、
不純物と分離することができる。ああなるほどね。へえ。たこ焼きかと思っちゃったよ。さてと。あ、ちょっともう限界？おお、なんか、お、なんかあるぞ。気になるじゃないか。へえ。よし、これはあれだね。読めるかな。よし。明るい金色の円盤を見れば一目瞭然。これはインカで最も重要な神様、インティ。インティ。太陽神であり、民の守護者。そして、暖かさと光をもたらすもの。うん。人間が文明を広げるのを支えたとする伝説もある。はあ。また、インカの皇帝はそれぞれインティの直系の子孫か、もしくはインティが肉体を持って地上に生まれ変わった姿のどちらかだとされている。はあ。そのあたりは皇帝によってまちまちね。へえ、インティって言うんだね。うん。ああ、あれがあれレベルなの。あ、そうだったんだ。あの絵で。へえ、あ、なんかそれぞれ3段階ぐらいあんの？へえ。なんか、キリないぐらいあるな。キリなくもないか。これもわずかしか手に入んないから、いっぱい手に入れるっていう。あ、もういっぱいになっちゃったね。ちょっと登るか。うん、あっち行こう。なんか人もいるけど、ちょっといいや今。話しかけるとまた始まっちゃうかもね。まずいな、動画中に終わりそうになくなってきちゃった。さっさと切り上げればよかった。これか。リータ。マルコを探してるの。何のために？彼と話したいだけよ。トラブルはごめんだ。面倒はかけないわ。仕事を探してるの。仕事？ああ、なるほど。あなたがマルコなの？オマールに言われて邪魔しに来たのか。息子が動物に襲われてもしたら俺は。マルコ、私はオマールの仲間じゃない。息子さんはどうなってるの？オマールは膝を怪我した俺の代わりにパブロを発掘現場に連れて行ってしまった。今度は俺が代役を見つけなければ。パブロのために。息子さんをずっと働かせるのね。ああ、だが代わりを見つけてもパブロを返さないんじゃないかと心配なんだ。でもいい人材が見つかったでしょ。あんたが言ってくれるのか。ボスががっかりするわよ。ありがとう。パブロを見かけたらここにいると伝えてくれ。うん、よし。後ろのやつは何をやってんだ。なんか急いで、時間がないんだ。なんかずっと触られてたぞ。まだ話しかけられるのか。2年間彼女をデートに誘おうとしてできなかった。今やっとその決心がついたのに。横にいるあの男は誰だ。なんかこいつなんかできたりすんのかな。さすがにそこまではないか。あっち遠いのかな。あ、結構遠いんだな。へえ。へえ。あ、ここを通過するのか。
お、墓石を発見。あ、行方不明者の墓とかそういうやつ。なんかあるね。あ、でももらえないか。なんかいろいろあるね。いろんなやることが。あ、これはちょっと重要じゃないか。お、なんかトロフィーが入ったぞ。まあ大したことないトロフィーでしょうけどね。ここでいいの？これは墓石のなんかとこに来ちゃったの？特にマークない。あ、これ？これ？あ、これ？あ、いや違う。違うのかな？なんか本来の目的がどんどん遠ざかってるような気がするんだが。いろいろ発生しててさ。あ、今のはあれか。商人ってとこにも会ってみたいね。なんか交換できるんでしょ。誰かが道を塞いでる。そうなの？うん、そのうちファイアーローじゃいけない。あ、これが墓石ね。違うのよ。ここに行きたいのよ。町の外れまで行け。違うのよ。墓石はちょっとまた後でやろうよ。あ、これでもできるってことか。燃やせるのかな。これちょっとまた大体あのかなり時間が戻らなきゃダメ。もうこっち行っちゃおうか。なんかさ、とんでもなく暗いんだけど。とんでもなく、あ、これ？うん。私たちが彼を追って来世を迎える時までに。ウェイターの力への渇望が満たされますように。私が彼を追って、荒くれ者のウェイター。こういうものがあるのかな。あ、まだなんだ。暗いなあ。橋は渡れないわね。あっと、あっと。今なんかあるなと思ったんだよ。ああ、これね。嘘。あ、上なんかやんじゃないの。遅かったのかな。あ、違う違う違う。そんなに、そんな近かった。これどうなってんの。あ、あ、ちょっと待って。向こう、なんか違うとこから来るってこと。暗くないか。橋は渡れないわね。うん、渡れないんだね。道具がなんかないから渡れないとかなんじゃなくて、いや今のいけるんじゃないかな。あ、これは地図か。おお、出たぞ。おお、いいね。おお、ほう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 。とりあえずこの地域のが出たんだ。あ、ここはクワク薬か。このクワク自体は何ていうとこなの。へえ。ちょっと時間なくなっちゃったよ。ちょっと分かった分かった。
ちょっと待って、クエストやるよ。分かった分かった。ちょっと一回出るよ。これはこっち行くとなんだっけ、同じ、あ、こうやって暗い、何も見えない。あ、これ YouTube どうなってんのかな、見えてんのかな、めっちゃ暗いんだけど。あ、髪の毛直すのあるんだ。何だったんだよ。うん、この墓もやんなきゃいけないし。なんか声小さくない？ものすごく。この村はかつてコンドルの翼の下で見守られていた。だが、俺たちがわしにコンドルを追い払わせたんだ。なんだかよくわからないわ。俺もだよ。俺たちは目の前のものを追うのに必死で、金さえ手に入ればもっと幸せになれると思ってたのさ。でもわしはそれさえも追い払っちまったんだ。あ、なんかが始まったね。なんだろうこれ、わし。イーグル。イーグルって言われてもなんかどんどん始まってさ、今度は子供を働かせる気だ。かわいそうなパブロ。あ、ついでに行くんだね。あ、ここか。あはあはあ、あの人あれでしょ、受けた人でしょ。うん、では時間なんだかね、最初四苦八苦だよ。うん、あのちょっともう時間がなくなってきてしまったんでこれぐらいにしておくとしておきたいと思います。いろんな気になることがいろいろあるね。なんでずっと見てる、何があるって言うんだ。子供たちを見てたのか。うんうん、ちょっと人通り話しかけてみたいですね。そうするといろいろさ、どうせ行くところにほらこうね、今のイーグルみたいになんかあるかもしんないじゃん。またねえ、もう一回入り口の方に戻ってから話しかけてみたいよね。 あとこれせめてちょっと見てみようか。もうあと何分かしかないけど、いや違うな、あれまずい、もう1分ちょっとしかない。なんか見ているけど、右をちょっと今スルーで、あーなんかでもちょっと遠いか。あーこれね。どうも。オマールが脅しのつもりでお前をよこしたんだろ。あのクソったりにやるものはない。何の話。すまない、早とちりだった。ナイフと銃を見ててっきり。気にするな、何か探し物かい、それとも見て回ってるだけ。何があるの。何って、ここはクワクヤクだ。南米一の考古学的発掘現場だぞ。略奪者たちがいなければ。その通り。オマールの一味は金目のものにしか興味がないが、うちではちゃんと文化的価値のある品を揃えてる。少々傷があっても修復するだけの価値はある。ぜひ見ていってくれ。うん、なるほど。もう時間がない。うん、もうない、あと30秒ぐらいしかない。まあとりあえずこういうのを変えるってことね。へえ、サルベージも、へえ、革とか売ってないの。あ、こういうの売ってんのか。うん、では、今回もご視聴いただきありがとうございました。あ、売るっていうのもあるんだね。はいはいはい、では次回の動画でまたお会いしましょう。ジェラティでした。じゃあね。